リンリン、ハローパンダレール、リンリンパネルのリントです。はい、今日はね、うちのロペ様とルフ様、レオパのロペ様とルフ様、こちら白い子っていうか、このマックスの、ね、白と黒の子と、こっちのね、マックスのトレンパーアルビノの、ルフ様に、この間ね、大量に買った、指輪をね、ちょっと上げてみようかなというお話でございます。はい。そちらのね、本題入る前に、よろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらのフォローお願いします。ということで、ね、横が、はい、ちょっと映りますが、はい、指輪でございます。って言ってもね、なんか指輪は、そんな気持ち悪いゴキブリではないですね、私的には。全然余裕で手で触れちゃうし、なんかキモいなとは。まあ、集団でいるとちょっと気持ち悪いけど、なんかダンゴムシがいっぱいいるっていう気持ちでございます。はい。でね、今ちょっとこれから育てていってっていうところなんですけど、ちょっと試しにね、どれくらい食べるのかっていうのを見てみたくて、まあ、少し大量にね、この子たちに、デュビアをね、今カルシウムパウダーを振ってあげようかなと思います。こんな感じ。はい、では入れていきましょうか、実際。ただお腹空いてるかどうかがわかんないんだよな、腹ペコではない可能性があるので。はい。ドン。ほれほれ。お、見てるね。お、食ってるね。お、ルフが食べてますね。おー、いいね、いいね、いいね。あ、食いつき、やっぱ、イケエの方がいいですね。うち、いつもはね、レオパゲルあげてますけれども。まあ、レオパゲルの方がね、栄養素的にはちょっと管理がしやすいんで、私的には好きなんですけれども。まあ、食いつきはやっぱ良好ですね、イケエの方がね。まあ、当たり前っちゃ当たり前ですけども。めっちゃ食うやん。ちょっと、この調子で繁殖させながら、ね、アダルトサイズのね、デュビアになれば、その、アダルトサイズの子は、うちのね、シェフィーさん、サバンナモニターのシェフィーがいるのでね、シェフィーさんにあげるとして、アダルトじゃないね、これぐらいのサイズに関しては、レオパとかね、あとはフクモモとかね、食べるんで、あげようかなと思います。あ、でもなんか大量に食べるって感じじゃないんだね。そして、ロペは全然食べないね。ロペはこの間ご飯食べたから満足してるのかな？うん。そんなにお腹空いてないね。まあ、バクバクうちの子たちは食べるタイプの子じゃないんで、ほんと食べたくなった子分だけ食べるタイプなんで、お腹いっぱいだとそんなに、そもそもね、食べないんで。ルフも3匹ぐらい今食べたかな。うん、3匹ぐらい食べたら満足しちゃったっぽいね。ロペに関しては全く食わないもんね。うん、満足しちゃったね。満足してるね。はい、食べるということは分かったんですけれども、なんだろう、こう大量にバクバク食べるって感じじゃないですね。食べたい分だけ食べて、満足したら終わりというお二人でございました。じゃあ君たちケージに戻ろうか。ほら、ケージ戻るよ。ほら、はい、どうぞ。ああ、気についてる体に。はいはい、戻るよ。いいよ、戻って。あ、違う。はい、どうぞ戻って。はい、お帰りください。あ、違う、出てきちゃダメ。お帰り。
帰りなさい。自分のお家へ帰りなさい。そして君たちのケージのクリップがどっかに行ったね。私はどこにやってしまったでしょう。ここパチンって止めるクリップがあるんですけれども、忘れてしまった。どっかにポンと置いたんだろうね、私ね、よくあるやつでございます。後で探します。今探しても見当たらない。はい、ということでね、カメラの画角もすごいことになってた。はい、ということでね、本日はロペとルフにね、ギビアを大量にあげてみましたが、実際は、まだ全然残ってます。この子たちはカルシウムパウダーがついたまま、普通にケージに戻そうと思います。はい、またねカルシウムパウダーをかけて、食べさせることにはなると思うんですけど、カルシウムパウダーかかったまま仕方ないんで一回戻します。はい、というところで本日はそんな感じの、うちの子にね、ギビア開けてみた動画でございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やってますので、よかったらそちらフォローお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。